今回は腹斜筋と腹横筋をしっかり鍛えることができるツイストプランク1種目7回を紹介していきます。初級、中級、上級に分けて行いますんで、自分のレベルだけやってもいいですし、全部通してもいいです。しっかりウエストに効くメニューになってますんで、一緒にやってみましょう。一緒に数を数えてください。そうすることで息を吐きながらお腹をへこませる力が身につきます。息止めないように注意です。まずはうつ伏せです。手を脇の下につきましょう。上体を起こして後ろを向いたまま7秒数えましょう。スタート。1、2、3、4、5、6、7。反対向きも一緒です。1、2、3、4、5、6、7。足を横に持ってきたら戻しましょう。後ろ向いたまま7回。1、2、3、4、5、6、7。反対も一緒です。いきましょう。1、2、3、4、5、6、7。 OK。 横向きに寝た状態で上半身はプランクをします。ウエストをひねった状態でキープ。これが初級編です。7秒いきましょう。1、2、3、4、5、6、7。セットね。1、2、3、4、5、6、7。3セット目。1、2、3、4、5、6、7。反対も一緒です。いきましょう。1、2、3、4、5、6、7。2セットね。1、2、3、4、5、6、7。3セット目。1、2、3、4、5、6、7。 OK。 中級編は足は一緒、上半身も一緒、ただももを持ち上げます。ももの横が床につかないようにキープ。いきましょう。スタート。1、2、3、4、5、6、7。セット目。1、2、3、4、5、6、7。3セット目。1、2、3、4、5、6、7。 OK。 反対も一緒です。息吐くのが慣れてきたら数数えずに吐き続けてください。いきましょう。スタート。1、2、3、4、5、6、7。2セット目。1、2、3、4、5、6、7。3セット目。1、2、3、4、5、6、7。 OK。 膝をついたプランクの状態から片足をひねって戻します。7回いきましょう。1、2、3、4、5、6、7。 OK。 反対もいきましょう。1、2、3、4。
5、6、7、OK。 膝を曲げて体を上げて膝下を振りましょう。7回。1、2、3、4、5、6、7、OK。 2セット目。横向き、下半身は横向き、上半身はまっすぐ、これでキープ。7秒いきましょう。あと1、2、3、4、5、6、7。2セット目。1、2、3、4、5、6、7。効いてる。3セット目。1、2、3、4、5、6、7。 OK。 反対で終わり。いきましょう。スタート。1、2、3、4、5、6、7。 2セット目。メジャーを使って毎日測りながら続けてみてください。ウエストを細くしたい人、くびれ作りたい人にはぴったりなメニューになってました。頑張ってやった方はグッドボタンやコメントで教えてください。